岩田八幡宮は愛知県と橋市に鎮座する神社である。神門は右密度もえ。境内には由緒を別にすること平神社も鎮座する。創建年代は明らかでないが、胸札に商法四年定外九月、最高八幡宮社統一流とあるため、それ以前より社があったと考えられる。文読、慶長と打ち続く先人に、二連、木村の一郷であった統治は、農民資産 神社も荒廃したが、官営四年時の城主、松平主度の助忠都氏が、家老、板倉八重門に命じて、当地を開発し、田尻村と名付けた。その後、正法四年城主小笠原一騎守る忠との胸により、吉田城内天皇社にありし、八幡社をこの地に奉仙し三土人と仰ぎ立て祀る。万治三年二月五日、放電。 元禄十三年十月二十九日廃殿を造営し、明和、文政には、改修が行われた。明治五年五月尊社に列し、昭和二十三年十月社地を、豊岡中学校建設に提供し、一時は、琴平神社へ合祀するも、昭和三十六年九月境大生方地に潜座、独立の社殿を建てた。昭和三十九年二月十三日八幡社を、 八幡宮と改装、同61年10月社殿を現在地に改築、さらに社名を岩田八幡宮と改し今日に至る。例祭は10月第1日曜日に採用される。前日の宵祭りでは手筒花火の方上げが奉納される。ありがとうございます。